マスダ交明治18年5月31日は幕末から明治時代の人物。元の名は立花の交際、ロシア名、ウラジーミル・ヨーシフォビチ・ヤマアトフ。掛川藩士の立花・四郎ウエの次男として生まれたが、脱藩し、他藩からの誘いも断り、一時幕との盗目となって何度か投獄される。出家して池上本門寺に入り、ここでやがて幹部に、 推居されるが誇示して、運水となり、伊豆に向かった。そこで、戸田に投留していた、ロシア人のヨシフゴシケービチと交際し、日本語の辞書を貸したところ、これが露見して捕獲された。しかし脱出して、ロシア人宿舎に逃げ込み、そのまま停泊していた、ロシア船に乗船し、1855年6月に、ロシアへ向かったが、途中でゴシケービチらと共に、 イギリス戦に捕らえられた。その時に五死刑備地の助手として、ワロツ通言飛行を執筆した。その後、政教の洗礼を受け、ロシア外務省の役人になった。1870年には、ペテルブルク大学の日本語の講師となった。講債は、ペテルブルクにあって、日本政府の施設を1862年、1866年、1873年の3度に、 渡り迎えている。1873年、岩倉施設団として訪れた岩倉智美に説得されて、日本に帰国し、明治政府により芝の増上寺の隅に住居を与えられた。帰国後は仏門に入り、増田交際と改名した。以後、世に出ることなく、ロシア政府の年金で暮らし、1885年に生涯を閉じた。母書は、 高輪の源のマサジに存在する。ありがとうございます。